皆さんこんにちは、青のりと申します。いや今日からですね、ついにシーズン10が始まりまして、かなり楽しみにしてたんですよね。そのエースバーンとかドラパルとかね、いなくなるのは残念ですけども、このノーマル統一にとってはね、かなり追い風なんじゃないでしょうか。シーズン10っていうのが入らなかったんでシーズンプラスになってますけど、とりあえず、相手がどんなんかわかんないんですけども、頑張っていこうと思います。対戦相手の方見つかりました。ちょっと読めないですけど、対戦よろしくお願いいたします。おはっサムナットレイですね。はいはい、エースバーンがいなくなったことによって、その飛び膝蹴り、玉飛び膝蹴りは絶対もう耐えなかったみたいな、そういうのが出てこなくなりましたので、これはどうしようかな。ハッサムとナットレイにはこの特殊型の命の玉持ちシルバディを投げたいんですよ。で、リザードンとかはですね、スカーフケンタロスが上取ってるんで、どうしようかな。強気にミルタンクからいきますか。もうミルタンクのみなんですよね、今回物理受けは。物理受けがミルタンク、特殊受けがカビゴンみたいな形で入れてますんで、ミルタンク、シルバディで、あともう一つはケンタロスかな。ケンタロスでいい気がするけど、ケンタロスでいきましょう。いやでも待てよ、ケンタロスでいきましょう。これだとちょっとウーラオス重いっていうか、ガルーラのカウンターを切ってる選出になってしまうんですけど、シルバディのダイジェットでなんとかしようって感じですね。対戦よろしくお願いします。今回このシルバディのダイジェット、あとダイバーン火炎放射がかなり大事になってくるんで、大切に扱っていきたいですね。初手はなんだこれは。お、ナットレイ、ナットレイか。でもガルーラ連れてきてないんで、ステロ巻かれてもって感じなんで、電磁波打とっかな。でもこの対面で相手宿り気打ってこないと思うんですよね。装飾さすがに分かってると思うんで、シルバディ引きでもいいっちゃいい気がするんですけど、ステロ打ちますか先。お、ステルスロック。ここ相手引いてこないですよね。鉄壁ボディープレス型だったら、はたき落とす。これはいいですよ。5つ目でちょっと相手に入るんで。はたき落とすか。食べ残し。これ鉄壁ボディープレスなんですかね。電磁波、打ってみますか。いや、どうしようかな。ここ、シルバディに引きます。ここ、ステロだと思うんですよね。さすがに、宿り気打ってきてほしくないですけど、鉄壁か、鉄壁だったら OK ということで、宿り気。それだったら、ミルタンク装飾なんでいてもよかったですけどね。でも、ミルタンクいたところで、これ、無理やり突破しますか。ダイバーンで、このまま宿り気がどんどんダメージ重なってしまってもあれなんで、ここダイバーン打ちますね。多分ナットレイがいるってことはハッサムいないと思うんですよ。でナットレイ、ウーラオスいんのかな。相手の裏にリザードンだったら、ケンタロスでなんとかなると思うんですけど、ラプラスがいたらちょっとまずいかもしれないけど、ラプラスもケンタロスでなんとかするしかないんですよね。ラプラスきついな。カビゴン持ってくればよかったですかね。でも今回、禁止ポケモンが結構いるので、今回こそはね、順位3桁。目指していきたいですね。一番最初、このノーマル統一を始めた時に、1500位ぐらいまで瞬間行ったんですよ。で、その次のシーズンは、何万位ぐらいだったかな ?3 万位ぐらいで確か終わって、前回のシーズンですね、8万位ぐらいだったんですよ。もう全然勝てなくて、なんでその最初1500位ぐらいまで行ったのかなっていう感じだったんですよ、逆に。今回はね、お、リザードン。リザードンか、ここで。大事、あ、そうか、捨てろか。これ、そうだな。ダイアタック打つか。裏で受けれるのもいないよな。これ、ダイアタック打ちますか。ダイアタックで。これ、ちょっと、モンスター、飲みますね。
モンスターピンクですね。いただきます。あ、うまっ。いや、なんか前回のフォールガイズのあの動画撮ったんですけど、その時にあのもうほとんどあのエナジードリンク飲まないんですけども、その実況者の方が、まあ、青のモンスター美味しいよって、まあ、動画で言ってたんで、っていうか強くねこれ3パワーか言ってたんで、あの青のモンスター飲んだんですよ。で美味しかったんですよ。でその後緑飲んで、動画で、まあ、あのおすすめのモンスターあったらあの教えてくださいってことで、まあ、言ったんですよね。まあ、誰も教えてくれなかったんですけど、で、まあ、あの僕の友達がピンクのモンスターよく飲んでるみたいなんで今飲んだんですけど、めちゃめちゃうまいですね。これはケンタロスでいきます。いやー、これうまいから勝てるかもしれない。ここはてか元々、まあ、あのケンタロスの方が早いんですよ、リザードンより。危ねえ、びっくりした。まあここは、まあ、ケンタロス意地っ張りなんですけど、スカーフ持ってるんで絶対上取れてるんですけど、これ岩なだれちょっと当てないとまずいな。いやー、まあでも打つしかないんで岩なだれで。 OK、 当てる。おしおしおし、これはでかい。まあまあまあ、もともとケンタロスは110でリザードン100なんで、種族値が。なんでまあスカーフはね、まあ、バレてないと思うんですよ。あ、極炎のスリップダメージが入る。最後ウーラオスだったらちょっときついかもしれない。何これ。あ、ウィンディー、ウィンディーかー。ウィンディーっていろんなパターンがあるじゃないですか。あー、ちょっと待てよ、これ威嚇入ってるんで一回ミルタンクに引きますか。とりあえず、まあ、ミルタンク切りみたいな感じで。ウィンディーってその物理受けみたいな感じもいれば、普通にまあフレアドライブ、インファイト、新速、ワイルドボルトみたいなパターンもいるじゃないですか、直帰とか。あ、インファー。いや、これは多分ね、耐える。おー、偉いな。ここは、まあまあまあ。あ、そっか。まあさすがに次のインファーは耐えないですね。でもまあ、そうだな。まあ別にステミタックルで切りますか。今回ミルタンクステミタックル入れてるのは、あの電磁波甘えるステルスロックとかすごいいいんですけど、積まれてしまうんですよね。なので自主退場できるように、反動があるステミタックルをわざと入れてますね。結構入ったな、ステミタックル。攻撃全然振ってないんですけど、まあインファイトで防御下がってたんで。でここはケンタロス出しまして、まあ、まあ、ここは自信ですね。相手、神速ってもさすがに神速耐えると思うんで、いや、耐えるでしょう。OK、自信が通る。まあ、これは、まあ、スカーフなんで。OK ですね。いやー、嬉しいな。嬉しいな。対戦ありがとうございました。いいスタート、切れましたね。モンスターのおかげかもしれない。はい、対戦相手の方見つかりました。ロールさんですね。対戦よろしくお願いいたします。相手のパーティー、お、アシレーヌ、あ、これなんですよ。相手、ヒヒダルマいるじゃないですか。で、今までエースバーンとかいるときって、ヒヒダルマ全然出てこなかったと思うんですけど、まあ、いなくなったということで、結構増えると思うんですよ。で、このケンタロスがですね、スカーフ持ってるケンタロスは、スカーフヒヒダルマより上から動けるんですよ。で、アイアンヘッドで、まあ、80% ぐらいで力づく補正乗って落とせるんで、これはもう初手ケンタロスですね。で、そうだな、ナットレイいるんで、やっぱシルバディは必要なんですよね。相手が初手オンバーンだときついな。これカビゴン入れときますか。アシレーヌ、ヒートロトム、オンバーンに対してはカビゴン出して、まあ、直帰持ってるんで。で、一応鬼火とか食らっても空元気なんで、ノーマルタイプの技が。で、あとは、まあ、ナットレイ用にシルバディ入れたいけども、ホルードか。ガルーラ入れとこっかな。いや、シルバディでいきますか。シルバディでいきましょう。ガルーラ出してもステロ巻かれる可能性があるっていうのと、あとは物理がヒヒダルマとあのホルードだけなんで、まあこれはどっちかっていうと、まあ突撃直帰持ったカビゴンの方が優先って感じですね。ロールさん、対戦よろしくお願いします。ホルード、
いや、初手ホールドはちょっとまずい。いや、これ初手ダイマーってことですよね、多分。いや、きついな。ホールド来ると思わなかったな。いやー、これちょっと待て。ということは、ヒヒダルマいないか、これ。いやいやいや、さすがにいるろ、ヒヒダルマ。いや、これホールド来たのきついな。何か切れってことになってしまうのか。いやー、きついな、本当に。どうしよう。ホルード、大アタックですよね、多分。いや、これカビゴン。いやー、カビゴン切りたくないけど。いや、このままケンタロス、なぁ、難しいな。いやー、ミルタンク持ってきた方が良かったなぁ。それだったら、お、ジタバタ。お、これラッキーかもしれないな。なんでジタバタ、あ、タスキか。なるほどね。タスキジタバタってことですか。ここでもアームハンマー撃たれたら落ちるな、カビゴン。まあまあまあ、いっか。とりあえず、から元気で持っときますか。これ、アームハンマーは、お、引っ込める。なんだ、ナトレイか。ヒヒダルマ。まあ、ここでヒヒダルマか。まあ、から元気が入る。いやー、これまあ、カビゴン。いやー、ちょっと待て。まあ、いやーしか言ってないけど、これ、ホルードが、タスキジタバタタイプってことは、石化持ちですよね。いやー、ここバカ力だろうな。まあ、これ切りますか、普通にから元気で。もったいないですけどね。まあ、ここ、引けないんで、引いたとしても落とされちゃうんで。で、次が問題で、このヒヒダルマが引いてくるかどうかなんですけど、ここは、まあ、ケンタロスでいきます。まあ、相手のヒヒダルマがスカーフでも絶対こっちの方が上取ってるんで、で、これ、アイアンヘッドじゃなくて多分地震でも落ちるんですよね。地震でいいか、これ。ヘッドだと、ホルードがもし出てきた時が困るから、これ地震にしますか。地震にしますか。いや、でも待て。これ地震打ってしまうと、スカーフがバレて、次死に出しロトムか、オンバーンが出てくる可能性がある。まあ、いっか、別にその時はダイマすればいいかな。アイアンヘッド。アイアンヘッド。岩のあたりの、まあ、地震でいいや。まあ、ここで外すのが一番、まずいんで。あ、引っ込める、なんだ？あ、ナットレイ。ナットレイか。なぜナットレイが出てきた？まあ、でもこれ地震打ってよかったですね。お、急所はでかい。これシルバディ引きですね。相手がここ何してくるかなんですけど、宿り木か、鉄壁か。まあ、いきなりボディープレスは多分打ってこないと思うんですよね。なので、鉄壁か宿り木なんですけど、まあ、鉄壁だったら嬉しいな。宿り木。いやー、ここどうするかだな。まあでも、これ大バーンっていいか。別にダイジェットだとまずナットレイ落とせない可能性がありますし、ダイバーンだったら、まあ、全部に通るんですよね。ホルドに引かれても別に大丈夫ですし、まあ、問題が、ナットレイがオッカだった場合、オッカでしたっけ、炎半減。まあでもダイバーンだったらここからでもオッカならオッカでも落とせると思うんですよね。ここ相手が してくるとしたら、まあ、炎技読むんだとしたら、ホルード引きですよね。まあ多分ホルードタスキだと思うんですけど、いや、さすがにジタバタ耐えるろ。あ、でも待て、ここでナットレ切られて、死に出しホルードを出されてダイマされたらちょっとまずいのか。ダイマされたらまずいのか。まあここは、守るとか押してこなければ大丈夫だと思うんですけど、いや、さすがに守るは押さないと思うんですけどね。え、守る？マジで？まあまあ、モンスター飲んで落ち着きますわ。え、守るおっかってやばくないか。何も入んないじゃん、絶対。いやー、まあまあ、いいでしょう。宿り木が稼がれるっていうのがちょっときついですけど。まあでも確かに、ナットレイの持ち物が食べ残しじゃなかった時点で、まあ、おっかっぽかったですよね。
でもここは大盤安定だと思うんですよね。いやでもこれ引いてくるの読んで大アタック打った方がいいか。これホルード引き大アタック、ホルード引きを読んで大アタック打った方がいいんかな。だって結局大盤打ってもホルドに耐えられるじゃないですか。いやこれなんか読んで大アタックの方がいい気がしてきたな。で最悪これ大アタックをナットルで受けられたとしても次守る貫通大バーンで落とせると思うんで、ホルード引き読み大アタックで、でここを相手がホルードに引いてきたら素早さ1段階下がって相手はもう石化しか打てなくなるんですよ。シルバリーより素早さ落ちるんで、いやこれはいやちょっとそれはまずいわ。いやこれちょっとまずいことになったぞ。まず大アタックが全然入らなかったのが、想定外だったというのと、まあだってここ絶対次ナットで守るですよね。いやここねくーどうすっかな。いやここいやここ大ジェットにします。ここ多分相手守るんですよどうせ。で守るでしょ、はいはい。でここ大バーンで落とせないんで、とりあえず大ジェットで素早さを上げる。で次の火炎放射で絶対落とせるんですよ、晴れてるんで。で火炎放射で落とす。で次ホルエドが、あやばい、でもヒヒダルマがスカーフだったら抜かれてるか。なんかめちゃめちゃ喋ってるけどいやまあそうですよね、ホルードのことしかばっか考えてなかったですけど、これヒヒダルマがスカーフだった場合プラス1シルバリー素早さほとんど振ってないんで抜かれてますよね。ここは多分ナットレイ落とさせてくれると思うんですよ。多分ナットレイ切りが一番安定だと思うんですよね。相手考えてますね。いやでもここでナットレイ切らないでヒヒダルマとか逆に切ってくれたらかなりでかいですけどね。とりあえず火炎放射3体ともに通るんで、まあナットレキからのヒヒダルマだよな。でもあのヒヒダルマがスカーフじゃなかったらっていうか、あーまあ切るわな。まあこれは絶対落ちますね、晴れてるんで。で問題が次なんですけど、今よく考えてみるとケンタロスヒヒダルマ対面でヒヒダルマが引いたってことはスカーフじゃなくてハチマキなんすかね。だってあーこの出方はスカーフだろうな。あーまあしょうがないよな、これは引いても落とされるんで。いやーこれスカーフじゃなかったらな、上取られてたらスカーフですね間違いなく。ハチマキとかだったら絶対こっちが取れてるんでプラス1なんで。いやでも迷うってことはこれハチマキじゃないか。でもハチマキだったらホルード、タスキホルードから出てくると思うけどな。ここでヒヒダルマ切ってタスキホルードダイマだ、えここでダイマすんの、落ちるのこれ。いやこれ晴れ火炎放射命の玉なら多分落ちると思うんですけどね。いやここまさかのヒヒダルマが突撃チョッキとか持ってたらさすがに落ちないですけど、いやいやいや落ちるでしょ。てかなんでここでダイマしてきたんだ、ホルドにダイマ切った方が絶対いいと思うけどな。オッケー、これはでかい。で次ホルドの動き的にあそこジタバで打ってきたってことはスカーフじゃなくて多分タスキだと思うんですよね。えこれ石化で落とされるってことないよな、まさか。これ石化で落とされたらやばいんですけど、いやさすがにないでしょ、いくらホルードが強いとはいえ。いやさすがにないでしょ、いやないでしょ。まあこれは普通にハイパーボイスでいいですね。いやシルバで言うてHP も全部95ですからね。いや、落ちないでしょ、さすがに。あぶ、え危な、いや、急所かい。まあまあ、これは。あぶねえ。まあ、よかったですね、これは。で、最後、ケンタロスですね。ケンタロスはまあ、スカーフ持ってるんで、大丈夫と。まあ、これは、安定の自信でいいですかね。自信で、まあ、自信でいいか。自信にしましょう。まあ、ここで外すのが一番まずいんで。いやー、これは良かったなー。まあ、でも相手があそこでダイマ切って
くれたのが良かったのかどうか分かんないですけど、ロールさん対戦ありがとうございました。はい、じゃあ今日は2戦やりましたのでここまでにしたいと思います。まあ、なんか動画撮ってると最初は調子いいんですよね。一番最初の時も結構連勝したんですよ。で、前シーズン、前々シーズンは本当にマスター上がるのに50戦くらいしたんで、これはいけんじゃないのか、エースバーンもいないことだし、ということでですね、まあ、この調子で、まあ、今月はね本気でやる気ありますんで、順位3桁ですね行って、多くの方にですね応援してもらえるように頑張りたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。